versus the world。しゃあ！私の歌を聴いてね。やあ！はっ！私に害をなすつもりですか？ほらよ！努力だけは認めてやるよ。
私の歌を聴いてね。やっ、やっ、迷いなどない。暴れはしませんね。青の魔女様、いかがでしょうか。あの、その青の魔女という呼び名はやめていただけないでしょうか。セラで良いので、とにかく今ラテ、いえ、彼は怪我を負い衰弱しています。力を回復すれば再び逃げ出すか暴走するかもしれませんので、しっかり監視しましょう。さようですか。了解しました。監視役を増やすとしましょう。ユースティア、大丈夫か。さっきから様子がおかしいぞ。この匂い、覚えがある。おそらく1年前に一緒に過ごして、慣れてからは我慢できていたのに、今この匂いはあの頃よりもずっと。おいシュラ、ユースティアを見てくれよ。やはり何か問題を抱えているんだ。ユーティ、顔が赤いじゃない。
そう、私の目で、いいえ、私の口で直接確認を。てやっ、ビューティー、あなた、ラテル、血を飲んでいるのですか？白の死神様は一体どうして奴からあんなに温かな光が。ビューティーと彼の傷が同時に癒されている。ここは気がつきましたか？あ、はい。ところで頭痛も消えた。この感じ、まさか。おい、危ないぞ。ファルニール様の声が聞こえない。代わりに感じるこの感覚は、あなたはユースティ、エーデル・フェルト？ラテル、私を思い出したのですか？鋭敏だけど温かなこの感覚、なぜだろう。初めてなのに懐かしい。ラテル、どうしてあいつがユーティーの名前を。もしかして本当に。皆さんどういうことですか？シルビア団長、ルビア団長、私にもよくわかりません。確かなのは、今白の死神様が何らかの方法で奴をおとなしくさせたということだけ。逃げ出した捕虜をお前たちが捕まえたと聞いて駆けつけてきたんだが、見た感じ誰一人今の状況を正確に把握できていないようだな。そうですね。でもそこまで悪い状況には見えません。まずは皆さんとてもお疲れでしょうし、どうですか、食事でもして一息入れませんか？でも今はラテルを見守らなければ。ユースティア、あなたは彼をラテルと呼ぶのですか？ブリジット、彼を安全な場所で休ませていただけませんか？いくらなんでもコキュートスの道具である可能性のあるものを放っておくわけには。お願いします。それで発生する問題は我々アルデバランが全責任を負います。わかりました。オルシュタイン卿には借りがありますから。ありがとう、ブリジット。さあ皆さん、あのラテルに似たものはブリジットが面倒を見ますから、基地内の酒場に行きましょう。シルビア、ユーティ、今はシルビアの言う通りにしましょう。私もユーティに聞きたいことがあるしね。わかった、今はそうする。シルビア団長、ルビア団長、酒場でまたお会いしましょう。ああ、待っている。ゆっくりしてくるがいい。二人とも気が利いて面倒見がいいのは相変わらずだな。ユースティア、大丈夫か？ええ、理由はわかりませんが、今のラテルであれば大丈夫そうな気がします。酒場に移動してお二人と話をしましょう。このものは私が見ていますから、行ってらっしゃい。ありがとうございます、ブリジットさん。じゃあ行こっか。まあ、ヘキシ、
わかった。あら、わかった。おや？そうだ。うん。はい。
ええ、